などを差し止まらずに、ご協力いただきながら、皆さんにご協力をお願いいたします。現在こちら、サンダラの屋内運動場では、向かって右側5歳の友人と、向かって左側1歳の天気をご覧いただいております。先ほどまで爆睡していた運動ですけれども、今竹を果て始めております。お店の可愛い姿、他のお客様にも平等にご覧いただきたいと思います。今こちら歩きながらの観覧にご協力をお願いいたします。また現在こちら、新型コロナウイルス対策といたしまして、入り口での手指の消毒、そして消毒性以上のお客様にはマスクのご着用をご協力いただいております。手指の消毒とマスクのご着用をご協力をお願いいたします。ぜひともこのような躍動的な瞬間、他のお客様にも平等にご覧いただきたいと思います。では皆様、歩きながらのご覧にご協力お願いいたします。ちなみにパンダの立場、体験の食べ方にご注目していただきますと、どうでしょう。葉っぱをですね、口に加えている様子ご覧いただいております。ある程度ですね、葉っぱが束になりましたら、今口に加えているものを手で掴んでバリバリと食べ始めます。現在は竹の部分しか食べて、歯の部分しか食べておりませんが、今度は竹の部分以外でも、今左側一切の空気も食べておりますが、竹の軸の部分であったり、茎の部分も食べたりします。食べるものによってはうんちの色も変わってきます。ぜひともですね、今ちょっと一等場内うんちは見えづらいですが、ちゃんとご覧いただく際はうんちの色にもご注目していただければと思います。真っ黄色はですね、うんちをしたときは茎を主に食べていたとき、ちょっと緑が深いですね、色をしているうんちの場合は草を主に食べていることでございます。こちらも今ちょっと運動場で見えないので、ね、なんか見えないんですけども、ぜひともですね、こちらパンダをご覧いただける施設、園の奥にありますブリーディングセンターでもパンダをご覧いただけます。ぜひともそちらでもご覧いただきたいと思います。さあ、こちら現在パンダ屋内、パンダラボ屋内運動場は、大変列ができてきております。皆様、歩きながらのご観覧にご協力をお願いいたします。どうしてもアトラクションが終わった時間帯で、ね、パンダがですね、こういう躍動的になっている時間帯は大変、列が伸びてしまいます。ぜひともですね、その時間だけでも皆様、こちら歩きながらのご観覧にご協力いただきますようご協力をお願いいたします。こちらパンダラブは、本日は7時まで公開予定です。7時までパンダ公開する予定でございます。この時間大変に合う時間帯となっておりますので、皆様歩きながらのご観覧にご協力をお願いいたします。前の方に続いて歩きながらのご観覧のご協力をお願いいたします。またこちら新型コロナウイルス対策といたしまして、入り口での手指消毒、そして小学生以上のお客様にはマスクのご着用をお願いしております。ではこちらもご理解とご協力をお願いいたします。現在こちらパンダラボ屋内運動場では、向かって右側5歳の結浜と、向かって左側1歳の楓浜をご覧いただいております。現在後方まで列が
Thank you.
分かってる。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございます。ただいまバッキーが渡る思いが少々込み合ってまいりました。ちょうど一番前でご覧いただきましたお客様、後ろの方バッキーご協力をお願いいたします。
日こちらのブリーディングセンターでは発売延長後に赤ちゃんさんの大事とお母さんさんが待機、そして外の延長後にお父さんさんなど衛生がやってきております。赤ちゃんさんなど衛生をもらったお客様はどうぞ左側のお出口を出てくる外の延長までお願いします。
お母さんパンダラッキーと赤ちゃんパンダハイキーはバックヤードへと戻らせていただきますのでご了承くださいませ。ただいま USB ロープの後ろまで、ご自由にご覧いただけるように開放しております。どうも後から来られましたお客様も USB 以降でご覧くださいませ。
様にお越しいただいておりますので、観覧通路内は全て歩きながらのご観覧にご案内します。Thank you.
Thank you.
ナオミンもこの辺りは、お父
というのか、そうそう、あそこの時間じゃない、こっちを見てきたりと、そういうことに研究所にはやっておりますので、はい、何度もありがとうございます。はい、
お母さん、あ、お母さんどうやら、はい、熟睡していたようです。いつもの様子もご覧ください。ただいま、そもそも投稿ではお母さんの映像をご覧いただけます。それではただいま、また、ゆりきんとお母さんの奈良市本日は午後3時までの公開を予定しております。まだこの後はごゆっくりとご覧ください。今日のお時間は本当に良い時間帯となっております。この後お客様はほとんどお待ちするのでございます。この後はご視聴のお客様にお願いします。今日のお客様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 のやはり、そうですね、大体お昼過ぎぐらいに、さっきラーキーの皆さんが言っていたのが、はい、見えるね。あ、あ、なんで一応、もうかなーって言ってるんですけれども、このラーキーのもっとご飯食べたいですとか、そうですね。後ろ行ったら
後編来たね。びっくりやね。気づいたら後ろにいたね。まだあれ。そうね、後ろにあるから多分。もうない。もうないって。あまり食べられるようなのに気がついた。あったよ。おそばさん。そうかね。なあ。だってこの時間帯しかない。だから待っとけって、見とけって。あ、こっちゃった。いっぱいあるのに。よくこんな格好、あ、引っ張り合って。出てきてしまいまして、消化効率が大変悪い動物です。そのため起きている間はこうやって常に食べていないとこの大きな体は維持できないんです。
で、そしてお腹がいっぱいになってしまったら、あとはもう眠ってしまって、できる限り体力を使わないようにして生きております。たくさん寝ることで、竹の消化を促して、できるだけ体力を使わないということで、パンダにとっては寝ることも大切な仕事の一つなんです。パンダ、よく寝るイメージもあるかもしれませんけれども、だいたい1日の半分から3分の2、12時間から16時間寝て過ごす動物です。食べて寝て、食べて寝てを3、4時間おきに繰り返してまして、大変羨ましい生活を送っております。アドベンチャーワールドにご来園くださいまして誠にありがとうございます。ただいまより中の運動場を向かって左側に6歳のメスのパンダ4品がやってまいります。どうぞ皆様ご覧くださいませ。それではこの後もアドベンチャーワールドでどうぞごゆっくりお過ごしください。
皆さん、顔が見たい。同じ格好してるから育ったもんでしょ。お母さん、一番多くね。大体平均ぐらいですかね。
150g ぐらいの赤ちゃんを想定したぬいぐるみになってます。はい、目とか耳の作りなんかも本当にすごく緻密に作られてるんですけど、爪がね、なかなか生えてないので、そこだけちょっと惜しいなって私は思ってるんですけど、まあ、それ以外をそれを除けば本当に緻密に再現されたぬいぐるみで、結構重さもしっかりあります。ちょっと持っていただけないのだけ残念なんですけど、はい、でこのシリンジビーカーシャーレはですね、実際にサイヒンが使ってたり、シャーレに関してはフーヒンも使ってた、本当に実際使ってたものを持ってきてます。でこの哺乳瓶に関しては2頭とも使うかもしれないって準備してたけど、結局使わなかったものになります。サイヒンが生まれてすぐの頃になかなか自力で母乳を飲むことができなかったっていうのを踏まえて、中国の研究員さんがこのビーカーの方ですねを、これが良浜だとして、まあ、こう赤ちゃんを抱いてこう丸まってるんですけど、ここが柵なんですね。でそこの柵の中からこう手を入れて、ビーカーを持った手を入れて、赤ちゃん大体こっちにいることが多いんですけど、赤ちゃんが左側にいれば右側の乳首で、右側に赤ちゃんがいれば左側の乳首のここから搾乳して、でこの小さいシリンジに入れて、最初サイヒンはミルクを飲んでおりました。まあ、フーヒンはこれ使うことなくて、私たちもサイヒンが小さかったので、この次生まれてくるフーヒンももしかしたら小さいかもしれないってことで、一応搾乳のシミュレーションだけは、実際良浜でやることはできないので、ぬいぐるみにはなるんですけど、普段暑い日に外に代わりに出てくれてるぬいぐるみを使って、何度も何度もシミュレーションしまして、一応楓浜の誕生を迎えたんですけど、本当に健康有料児で大きかったので、最初から自力でミルクも飲んでくれましたし、一切シリンジとビーカーは使うことなく、はい、事なきを得たっていうような感じですかね。シャーレは、赤ちゃんの刺激をした後に排泄を受けるのにも使ってます。もちろん良浜が刺激をしてくれるんで、私たちがしなくても排便っていうのはしっかりできるんですけど、やっぱある程度こううんちの状態、結構細かく色とか、あと固形物の量とかが違ったりするんです。良浜のミルクしか飲んでないんですけど、そのあたりがこう結構変わってくるので、そういう状態を把握するためにもシャーレにとって、あんな感じですね、あれ実際の楓浜の映像なんですけど、あんな感じでこれちょうど中尾さんがやってらっしゃるんですけど、刺激をして慣れてくるのが大きいんですけど、何も取って必要あれば冷凍保存したり、基本的には配布になるんですけど、あんな感じで刺激してっていうような時に買ったものです。はい、続きまして、これ何か皆さん分かりますか？そうです、そうです、体温計です。YouTube でも多分使ってる映像いくつか上がってると思うんですが、あれですね、脇の下に挟んで、このここに挟んで体温を測ったり、あと時によってはこの尻尾のところに、尻尾と肛門のところにこう挟んだりすることもあるんですけど、生まれた初期の頃はこれぐらい毛が生えてないと、お腹の下、タオル、赤ちゃんがいるこのタオルとお腹の間にこの先っぽが温度計になってるんですけど、そこを置いて体温を測ってっていうのをします。でさっきの映像ぐらい白と黒の毛が生えてくると、もう脇に挟んで体温を測ります。で今までは毎朝、これぐらい小さいと結構適度に毎回こうお母さんの卵子から預かるたびに、とりあえず1回体温を測って、体温下がってないかどうか確認したりするんですけれども、そのうち成長するにつれて、それが1日1回朝だけになったり、お母さんから預かった時にすぐ測るのと、お母さんに戻す前に測ってどれぐらい差があるか見て、ある程度成長してくるとそれがどんどん回数が減ってきて、その後朝と夜だけになりまして、で朝だけになって、今の楓浜はもう暴れて測ることができないので朝も測ってないです。
ただ外で日光浴したりするとやっぱりこう口開けてハーハーしたりとかすることありますし、パッと肉球の部分が結構熱が分かりやすいので、そこを触って熱くないかとか、脇の下に手入れてみて熱くないかなっていうのを、こう私たちのもう本当肌感覚になるんですけどで判断してます。はい、これも実際に使ってる、まだ現役なんですけど使ってるものです。はい、でこれがですね、パンダミルクって言います。ちょっと中開けるともう粉々なんで開けてないんですけれども、森永さんが今日も開発してまあ私たちだけじゃないですけど、いろんなパンダの母乳を提供して成分に近いものを作ってくれてまして、ハフヒンも今ちょっとずつ飲む練習だけ始めてます。だいたいアドベンチャーワールドだと双子の場合は結構早くからお母さんの母乳もなかなか双子だと足りないので補助的にあげたりするんですけど、一人っ子の場合はだいたいお母さんから独り立ちして、一頭での生活始まった時になかなか竹だけでは営業を補えないんで、最初こういうものを補助的にあげたりするんですけれども、4歳のユイヒンがですね結構変色で、このミルク飲むまでに1ヶ月半ぐらいかかった歴史があるので、まだ全然楓浜も独り立ちの日って決まってないんですけれども、彩浜もそうなんですけど、決まる前から余裕を持ってちょっとずつ味に今慣らしてます。全然必要ない時期から余裕を持って慣らさないと、いざ必要になった時、ユイヒンみたいにいざ飲まなきゃいけない時に全然飲んでくれないっていうのが一回あったので、ちょっと早めに練習だけ、はい、してます。まあ、今のところ順調に彩浜、ユイヒンほども手こずることなく、ちょっとやっぱり最初はミルクの味というよりもそういう器から飲むことを覚えてないので、そこの順地の方が必要だったりするんですけれども、まあ最初は今もやっぱりちょっとスプーンでこうちょっと飲ませてから、それをどんどんこう器の方に下げていって、気がつけば自分で飲んでるみたいなぐらい の流れでやってはいるんですけれども、最近やっとスムーズに飲めるようになってきたかなぐらい。哺乳瓶はね、もう今ぐらいの大きさで哺乳瓶使うと噛みちぎっちゃうので、基本的にもっともっと小さい歯が入る場合とか、あまりこう歯が入ってなくて、だから双子の時ですねにこう入れ替え保育って言って、1頭お母さんが歩か抱いてる間にもう1頭にそういう人工乳を補助的にあげたりするんですけど、そういう時に哺乳瓶は使えます。まあ、ただ今のところ特にこう、お母さんのミルクだけで食べてます。今ムネビを使うとその乳首の部分がゴムなので誤飲しちゃう可能性があるので、もうお皿で今はあげてます。これはですね、ひな祭りの時にあげた遊具の一番上の部分なんですけども、もうこれが生き残ってる唯一の木でして、あとはもう噛み砕いてボロボロになっちゃいまして、はい、もう一個一緒にあげたロープのやつでも結構噛んじゃって、このコンシェルジュ割るぐらいにはもう卒業かなぐらいの、はい、感じです。歯型も結構見えますか、見せるかな、皆さん前に、はい、こんな感じで歯型がね結構歯型で、人間の歯型でみたいな、結構噛んで移動したり遊んだりすることが多かったですね。はい、これ実際に楓浜が生まれた時の大きさと重さ再現しているので、よかったら見る前に一回触ってみておいてください。消毒シールでも回していただいて大丈夫です。意外とね、手にずっしり振ると言いますか、はい、これは実際に楓浜か、楓浜も彩浜も結浜も使ってた、はい、お母さんから預かってこんな風にタオルにくるんでここに入れて体圧測る。まあ、今ちょっとタオルの重さだけ引くの忘れてるんであれなんですけど、まあ、こんな感じですよね。タオルに入れて、あ、なんか、はい、203、はい今これ風品だよ。これ全く同じこの容器です。はい、あれぐらいの大きさの時に使ってます。1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。はい、今はもうこの次ぐらいかな、一番最終の衣装ケースみたいなでかいのに入れて測ってます。はい。さあ、では私の。
ー。